ブレイズロッドをまず最初に手に入れに行くぜ。おい、一本目。オッケー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 。あ、待って、木の斧だ。いらない。いや、クソすぎんか、前回ということで、前回全ロスしてしまったピープチョプチョバスプスワスワス。もう装備とかさ、もう全部なくなったんだけど、うざ。まあ、でも一応、ツルハシの作り方とか全部わかってるんで。鉄のレギンスまず作れるで、頭もまず作れますね。斧も結構武器として大事なんで持っておく。で、こっからツルハシ作るで、ツルハシもできる。ダイヤモンドチェストプレートも白樺でできるからオッケー。あと前回なぜかカットしちゃったんですけど、石切り台使うと、まあ、こんな感じで、例えば丸石置くとこうやって、ま、いろいろ手に入ったり、まあ、例えば暗算岩だったらこんな感じで、焼き羊肉とかも手に入ったりするから、これ結構ね便利なんだよね。で、石レンガ置くとこんな感じで、なんかね普通に鉄作れるから、まあ割かし簡単に鉄も生成できちゃうと。なんか他にもあるか、あ、テラコッタとか、これさ焼いたらさ多分最優テラコッタ作れるから、まあ多分焼いた時のレシピが、あ、これガラスが作れるんだね。てかかまどないんだった、そうだ。まあそんなわけなんで、結構いろいろね作れるって感じなんですけど、これさ、ネザー行かなくても普通にネザーレンが手に入る件について、一回やってみようかな。なんかいいの出てこないかな。ネザー、お、赤の染料だ。あ、盾も作れる。ネザーレンガをさらにこれ石切り台で、あ、盾やっと。お、盾はこれ結構でかいぞ、ラッキー。シンプルに悔しいからさ、もう一回ネザー行っていいよ俺。なんかさ、ネザーの物資が気になるっていうのもあるんだけど、なんかあのまま終わるのもなんか嫌だから、ちょっと一応ネザー要塞も近くにあったんで、まあ要塞行ってチェスト見たり、まああのネザーレンガとかいろいろあると思うんで、ちょっとそれゲットしに行くか。てか前回マジでさ、いや普通にここ壊してさ、下空いてると思わないじゃん。だってスニークしながら慎重に行きますね今回は。あ、あそこから行けそうだけど、あれブレイズのスポナーなんだよな絶対。じゃあのスポナー嫌だな、場所悪いな。ちょっと一旦これ突っ込んで俺逃げるわ。逃げます、このまま。何、あ、恐ろしい要塞ね、恐ろしい。やっぱこれブレイズ倒さないと新しいアイテム手に入らなさそうだから、ブレイズロットをまず最初に手に入れに行くぜ。おい、一本目。オッケー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 。あ、待って、木の斧だ。いらない。めちゃくちゃいらないっすね、これ。サガン、誰が欲しがるんだよ、これ。サガンから、これ、シーランタンと、プルパーブロックだっけ、これ。これなんか、あ、来た来た来た、コンクリートな気がする、これ。ほい、来た、完璧。あぶねえ、今燃えたかと思った。あぶねえ。で、これで、涙をゲットしていく。あれ、涙ってさ、素材じゃなかったっけ？ちょっと待って。後ろに要塞あります、皆さん。あ、これはさすがに宝の匂いする。あ、やったー、見つけた。お、要塞でようやく1個目のチェストなんだけど。え、これどうだこれ。あ、金ゴッドって俺初めてじゃね？初めて。あ、クォーツ。あー、なんかあれだね。あー、ヘルメ、あ、いらない。ガラス、あー、うん。うん。マグマクリームって多分なんか作れるよな。あれ？マグマクリームってなんか素材なんなかったっけ？あー、ちょ、腰くれくれくれ、なんだこれ。あー、何これ。あー、エンドクリスタルみたいなやつ。あ、もうクリアでよくないじゃん。え、どうする、え、どうする、もうこれさ、エンド行く。なんかもうエンド要塞探しに行こうか。じゃあ、え、ちなみになんか現時点で何か作れるものって増えたりしてるかな。あ、エンドクリスタル、あ、マグマクリーム4つ必要なんだ、なるほど。スライム、あ、てか俺スライム倒したことなくね。え、ちょ、スライムボール作ってみていい？これなんかワンチャンスライムボールから何かができるんじゃないかなって思うんだけど、ちょっとちょうど金があったからこれ掘るわ。ちょっと暗くてごめんね。金焼いたら何ができるんだろう。うわ、トロッコ、階段いらない。何これ。あ、廃坑だ。うわ、廃坑見つけちゃった。え、全然松明とか用意してない時にさ、廃坑見つかんないでほしいんだけど。やめてほしい、これは。これで、あれ、俺レッドストーンって取ったっけ。レッド取ってないね、これは。レッドストーン、おお、レッドストーンから焼肉できるんだって。まあ、羊肉あるからいらねえんだけど。そっか、俺多くの木材ゲットしてないのか。で、これ線路、レールか、レールもゲットしてない。あ、緑色の染料の、あ、ダイヤモンドだ、すげえ。え、俺すごくね、普通に。まあ、ダイヤもいらないからいいんだけどさ。え、こんな真っ暗な状態で適当に降りてもさ、見つかるもんだね、ダイヤモンド。全然嬉しくないっていうね。うわ、ダイヤモンドがある。いらないのに。物欲センサーって多分さ、存在してるよね、これ。廃校行った後さ、一回録画切ったんだけどさ、新年明けちゃった。いや、なんか実は前までは2020年の僕で、今は2021年の僕です。こんにちは。
どうでもいいっすね。この辺の近くにあった洞窟っぽいとこ、ホラー穴みたいなとこ掘って、まあ、石レンガとかをいっぱい集めたんで、まあ、とりあえず廃校行った後、近くのホラー穴掘って、まあ、丸石とか戦力岩集めて、まあ、石レンガいっぱい作ったんで、まあ、とりあえずこれ全部鉄に変えちゃうと。で、エンダーアイもこれ12個作っちゃおうか。いや、もう作れるだけ作っちゃうか。OK。まあ、14個もあれば多分大丈夫かな。ちょ、不安なんでもうちょっと作るか。まあ、20個もあれば、まあ、多分大丈夫だと思うんで、エンダードラゴン倒しに行っちゃうか、じゃあ。じゃあ、早速エンド要塞探しに行くか。近くにあったらいいんだけどな。え、待って、めっちゃ近いんだけど。え、村の近くの砂漠にありそうなんだけど、これ。え、ここ掘ってけば、じゃあもう要塞つくじゃん。ちっか。なんか探索始めてからだって俺、エンダーアイ俺1個しか使ってないよ、俺。なんか1個だけでなんか普通についちゃいそうなんだけど、やば。こんな近くに要塞あったの初めてなんだけど、俺実況やってて。あ、ちょっと待って、あ、松明忘れた。あ、そうか、松明作れねえんだ。あ、バカだったわ。そうだ、松明作れない。青色の染料ってさ、どうやって見つけるんだろう。要塞見つけるまでが一番めんどいパターンだわ、これ。あ、あったあった。多分これ木材だから。きたー、オッケー。あ、そしてなんか新レシピ謎に解禁された。苔蒸した石レンガ的なやつ。これか。あ、これのおかげでレシピは解禁されてるんだ。シルバーフィッシュ。これさ、本ゲットしたらさ、なんかレシピ解禁されるんじゃね、これ。なんか来るかな。本で何が作れるか。ペットはいらない。ん、ゴミ。じゃあもうちゃちゃっと祭壇探しに行こうぜ。これさ、松明作れねえのがマジでだるいな。暗くて見づらいんだよね。目の、一番最初の目の前にあったよ。じゃあエンダードラゴン行きますか。俺さ、ベッド作戦とかやったことないんだけど、俺ここに来てまさかのカミングアウト、ベッド作戦やったことないっていう。え、どうやってやるんだっけ。あれってさ、黒曜石じゃないとできないとかってあったっけ。え、くる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 。え、これでさ、ベッド置いて、あっ、よし、あと1個、あと1個。あー、ちょっと待って、あー待って、あー、ちょっと待って、どうしようこれ。エンダーパールでさ、なんとかあそこ行けないかな。ガン、あー、ちょ、バカー。やはり人間は焦ると失敗をしてしまう生き物なので、まあ、皆さんはこのように焦らずにね、まあ、何事があっても冷静に対処することが、まあ、世の中では求められていると思うので、まあ、みんなはね、まあ、僕みたいにならないように、まあ、気をつけていただければなっていう、こう反面教師の例としてね、今わざと死にましたということで、まあ、おそらくこれがラストなんで、もうこれで終わりっしょ。オッケーということで、これでエンドクリスタルがようやくなくなったので、いや、死ぬほどぐだつきましたが、ありがとうございました。さようなら、エンダードラゴン、さようなら。一応さ、エンダードラゴンも倒したからさ、せっかくだしエンドシティまで行って、なんか一応プルーパーだっけ、あいつ、アシュルカーか、アシュル作れるものだけ作って終わりにすっかってことで、じゃあ作業台と石切り台も持ってくか。じゃあ、あ、ちなみにこれね、石切り台ね、これめっちゃ簡単に作れるんですよ、これ。あれ、俺動画でやったっけ、これ。ひまわりで作れます。あれ、てか俺さ、エンドストーンってさ、動画でやってないよね、多分。さらって、あー多くのハーフブロックが作れます。もう倒した後に言うのもおかしいんだけどね。レッツゴー。オッケー、オッケー。さて、じゃあ行きますか。ちょ、エンドシティ見つけたいんだけどさ、これさ、コーラスフルーツってさ、なんか作れたっけ。とりあえず壊してみるか。あー、レシピ解禁。おー、これってさ、なんか素材とかになってるんだっけ。とりあえず取ってみるか。おー、ゲームの果ての年、こんなあったっけ。あー、めっちゃ新レシピ出てくるわ。え、すげえ新レシピ出てくるんだけど、やった。え、嬉しい、これは普通に。じゃ、シュルカー倒したらさ、なんかシュルカーってなんか出るっけ。ちょ、くれ。あー、やばい、普通にくれ。ちょ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 い。オッケー。あ、なんか来た。あ、待って、青色、あ、待って、青色の染料だ。え、今まで松明とかが作れなかったさ、青色の染料がまさかのシュルカーから作れるんだ。うおー、すげえ。ようやく僕松明作れるわ。もう終わるけど。あー、やっと終わった。ということで、おー、ダイヤモンドのレギンス、すごい、鉄のツルハシだ。めちゃくちゃ今更感あるけど。まあ、ということで、コーラスフルーツ食べて戻ってきたということで、最後にじゃあ、え、作れるもんだけ作ってみるか。なんかいろいろ鉄のクワがここに来て作れる。いらない。え、すごいね、これ。え、ダイヤモンドのピッケルで苔蒸した丸石の階段作れるんだ。めっちゃベベじゃねえ。青色の染料ってさ、これ何、あ、作れるんだけど、すげえ。
シュルカーの殻とチェストでできると。待って、ここに来て、今までずっと作れなかった青色の染料がここで作れると。これレシピ増えるんじゃない？なんか、すげえ。エンドストーンレンガとかを使うと、こんな感じでクォーツのハーフブロックとかも作れたりすると。これさ、エンドストーンレンガってさ、石切りで、使える。すげえ、ランタンあんじゃん、ランタン。他にもこれプルパーブロックもいけるっぽい。そうか、エンドストーンやってなかったな。エンドストーンはこれ塀ができるのか。このシリーズ石切り台がめちゃくちゃ便利だな。これ苔蒸した石レンガもいけるんだね。これテラコッタ、テラコッタ、これなんか増える。増えたわ。ドアちょっと僕、レシピがわかるモッドを入れてるんで、せっかくだから、なんかダイヤモンド系統とかさ、何で作れるかちょっと見てみたくない？ダイヤモンドブロックってこんなんで作れるんだ。ガラスと灰色の染料か。ガラスってどうやって作るんだ？テラコッタを焼くと、かまどあれば普通にダイヤモンドブロックできたんだね。だからといってダイヤモンドブロックは多分ゴミになるんだけど。ダイヤの剣、なんだこれ？作れないのか、もはやダイヤの剣って。じゃあ、ツルハシは？板ガラスと黄緑色の染料だ。黄緑色の線路むず。でもこれ普通に棒と鉄とレッドストーントーチがこれ骨粉からできるから、作れなくもないね。で、板ガラスを、板ガラスってジャングルの木材とかもあったのか。そうかそうか、ジャングルの木材。てかこれさ、生だら焼けばジャングルの木材手に入ったんだ。釣りとかしてればワンチャンこれダイヤのツルハシも作れた可能性もあったっていうことなんだ。なるほど、そういうのもあったんだね。じゃあガラス有能じゃね？ダイヤモンドのレギンスもさ、普通にガラスから作る。テラコッタ有能だな。でさ、かまどってさ、どうやって作るんだよ。じゃあかまど見てみるか。かまどはトロッコとホッパー、苔蒸した石レンガで作れるんだ。でホッパーは、ホッパー白色のカーペットと赤紫色の染料、これダークウォークで作れるね。てか鉄でもできんじゃん。で、さらにこれ白色のカーペット、俺なんか見た記憶か。木、多くの木材で作れるわ。かまどもじゃあさ、頑張ればできたんだね、これ。最後にさ、作業台何から作るかだけ見て終わりにしていい？作業台いきますよ。はい、作業台ないと無理だよ。ということでね、短いシリーズになっちゃったんですけど、これにてね、レシピがランダムの世界で。